物館、内閣戦時執務室は、イギリスのロンドンにある、ウィンストン・チャーチルに関する、博物館、戦争博物館で、大英帝国戦争博物館分館の一つ。内閣戦時執務室は、第二次世界大戦中に、イギリス政府が、戦争遂行の指揮統制のために設けた、地下複合施設。ウェストミンスターのホワイトホール官庁街の、イギリス大蔵省庁舎の地下に設けられ、1945年8月の日本降伏後に廃止、閉鎖された。1984年に環境省管理下で公開された。2003年に公開部分の大規模な拡張が行われ、2005年に大戦当時のイギリスの首相であったチャーチルの生涯に関する展示部門を併設する拡張が行われ、改めて博物館として公開された。内閣戦時執務室は、第二次世界大戦が勃発した1939年に使用が開始され、主にチャーチル内閣で使用された。施設は、厚さ1から3メートルの厚いコンクリートスラブで防護された扁平合形式で、1939から1945年の間、100以上の閣議が開催された。一般公開されているのは大規模な施設のごく一部だけで、当時の施設の延べ床面積は3エーカーと非常に広く、食堂、病院、射撃室と最高528人のスタッフのための宿泊施設を含んでいた。施設の中心は当然ながら、チャーチルの戦時内閣が閣議を開いた閣議室である。閣議室近くに位置する作戦室では戦争の指揮進行がされた。作戦室は戦後閉鎖された当時の状態が復元され、壁には王子の地図が掲げられ、机の上には電話機が並んでいる。博物館の音声解説によれば、寝室が近くにあるにもかかわらず、チャーチルは3番作戦室に泊まり込んだとのことである。この扁平合設備の特徴の一つに、チャーチルがアメリカは、ワシントンのホワイトハウスにいる、ルーズベルト大統領と安全に話すことができた、盗聴防止装置付きの電話があり、電話室は、首相の洗面所に偽装されていた。大戦終結により、内閣戦時執務室は、不要となり閉鎖された。維持管理は、当時の公務省、後の環境省に委ねられた。環境省管理下でも見学可能であったが、見学するには予約が必要であり、また少人数にグループに限られていた。1980年代に入って内閣戦時執務室に対する関心が高まり、政府は市民へより広く公開する方法を検討し、1984年に大英帝国戦争博物館と政府庁舎管理局の間で協力により常時、公開されるようになった。1989年に管理運営は大英帝国戦争博物館へ移された。2003年に内閣戦時執務室閉鎖後に設備が除去され、倉庫として使用されていたチャーチルと妻、クレメンティンを含む同僚たちが使用していた9つの部屋、今日チャーチルスイートとして知られる部分が追加して公開された。そして2005年2月に改めて、チャーチル博物館として公開された。チャーチルの公私双方の生活に関する実物と、複製品、文書が、年代順に陳列され、ザ・ライフラインと名付けられた、世界中でも、最大規模と目されるインタラクティブな展示方法により、チャーチルの90年の生涯にわたる事件と彼の行動をたどることができる。ニュースインブリーフ。The Times、9マーチ1948イシュー51015、ページ2コラム C ハットハンサード、8マーチ1945、ウォーキャビネットルームズ HC でブレイ8マーチ1948ボリューム 448C115W、ハンサード1803から2005ハットハンサード。6ディセンバー1978、ウォールーム、ストリー。S ゲート HC でブレイ6ディセンバー1978ボリューム 959cc681 から 2W ハンサード1803から2005 The Times ダイアリー More visitors for the shrine under Whitehall. The Times, 1ジューン1982、イシュー61248、ページ14コラム B ハットハンサード、23マーチ1989、キャビネットオールームズ、HC デブ23マーチ1989、ボリューム 149C780W、ハンサード1803から2005、共同通信ニュース。チャーチル博物館が開館ロンドン、最小の障害描く2005年2月15日、中村久志、観光コースでないロンドンイギリス2000年の歴史を歩く公文献、2014年、243ページ。ISBN 978から4から874985489。ピクファード、ジョン、メイキング・ザ・チャーチル・ミュージアム。キャッスンマン、2012年2月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年8月30日閲覧。ありがとうございます。